ただいま沖縄県にやってきました。沖縄県といえばジーニアス。沖縄県といえばジーニアス。沖縄県といえば高田涼子。はい、ということで今年も毎年恒例ジーニアスクリニック&カップにやってまいりました。今年は第4回ということで、はい、じゃあジーニアス代表の高田涼子さんにシャン来ていただきました。イエーイ。はい、そしたら今年の意気込みをお願いします。はい、今年も、この時期にやってきた年に1回のイベント、今年は天気に恵まれて本当に恵まれてるんで、今年はすごい天気に恵まれて、すごいいい気候で開催できるので嬉しいです。はい、ということでジーニアスクリニックのゲストに今年は S チャンネルの田中アスナ選手、それと、安本沙和子さん。やめてみたい。最後に大竹亜美さんの3人を迎えて本日ジーニアスクリニックを開催します。イエーイ。そして、子供たち、小学生の男女100名マックス店員参加申し込みもらってます。そしてたくさんいるので多分全員来てくれてると思います。イエーイ。すごい、今年もジーニアスクリニックにたくさんの子どもたちが来てくれました。ほんまに、はい、楽しみ子さくらりょうこジーニアスバボス、イエーイ。審判バボスさん挨拶をお願いします、はい。
ポイントターゲット受け付け開始してます。今日わたあめ作り体験もやるとか。次はカップの時間です。ジーニアスカップ、はい、ジーニアスカップには、はい、第4回ジーニアスカップには、2つのカテゴリーがあって、アンダー10のカテゴリーと女子のカテゴリーを作ってます。そして、合計32チームのチームが、県内離島も含め、多くのたくさん遠い場所から参加してくれてます。すごいマジで。田原涼子主催ジーニアスカップマジですごい。そして優勝チームには琉球ガラスのオリジナルトロフィー、ジーニアスカップのオリジナルトロフィーをプレゼントします。毎年違うねんな。そう、毎年トロフィーが毎年、ガラス職人の稲峰さんって方に第1回目から作ってもらってて、それも全部いろんなイメージがあって、全てはやっぱ沖縄から、まあ、世界を目指すみたいなイメージがあって、そういう思いを一緒に、はい、まあ、打ち合わせをして決めてもらって、はい、思いを伝えて、それを、プロの職人さんがイメージして作ってくれるっていう豪華なイメージ。すごい。だってもう世界にただ唯一のトロフィーや、もう毎年違う、世界に一つだけオリワン。大学校と準備 OK ですか。だから涼子は代表は全て、だから涼子がやってます。大学校とでも本当に、これだけお願いします。はい、本当に自分でやってるんだけじゃなくて、名前は田原涼子って来てるんですけど、代表本当にたくさんの大学スポーター、いいですか、初めて支えてくれて、大会をだったりクリニックを運営、開催できて、はい、始めます。みんなに感謝です。マジですごい。もう田原涼子のこの人望、こんなにたくさんの人が驚きというか、いやすごい。改めてずっとハグされてる。インタビューでこんなハグされたの初めて。近いね、2人ね。じゃあ
ジーニアスカップもどこ今年はどこが優勝するか楽しみですね。はい、今年も多分毎年優勝、まあ、多分ね優勝チームは違うので、うん、逆に、ね、2回連続が来るのか初めての優勝チームが来るのかすごい楽しみです。オッケー。